セイラム、セイラム、セイラムはアメリカ合衆国、マサチューセッツ州エセックス郡に位置する都市である。2000年現在の国勢調査で、この都市は総人口4407人である。セイラムとも表記する。ボストンから北へ来るまで30分ほどの海沿いに位置する。古くから貿易港として栄えた。大航海時代の波止場が歴史地区として保存されている。 セイラムの名は、魔女狩りで有名であり、町の主要な観光資源となっている、口述。町の南部には、セイラムステートカレッジ、セイラム州立大学という四年生大学がある。セイラムは1626年頃、ロジャー・コナントの率いる漁師らによって開かれた。後に、マサチューセッツ湾会社から派遣されたジョン・エン・ディコットが、これにとって変わった。 魔女狩りは1692年に行われた。犠牲者の多くは近くのセーラム村、現在のダンバーズの出身であった。1914年には大規模な火災のため、町のかなりの部分が失われた。セーラムは北緯43度31分1秒、西経70度53分55秒に位置している。アメリカが収国統計局によると、 この都市は総面積 46.8km である。このうち 21.0km が陸地で 25.8km が水域である。総面積の55.09%が水域となっている。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口4407人、17,492世帯、及び9,708家族が暮らしている。 人口密度は 1926.1km である。866.3km の平均的な密度に18,175件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人85.37%、アフリカン・アメリカン3.15%、先住民0.22%、アジア2.00%、 太平洋諸島系0.05%、その他の人種6.74%、および今月、根結2.47%である。ここの人口の11.24%はヒスパニック、または、ラテン系である。この都市内の住民は20.2%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が10.4%、25歳。 以上44歳以下が33.4%、45歳以上64歳以下が21.9%、及び65歳以上が14.1%に、渡っている。中央値年齢は36歳である。女性100人ごとに対して男性は86.5人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は83.5人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は44,033ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は55,635ベイドルである。男性は38,563ベイドルに、対して女性は31,374ベイドルの平均的な収入がある。この都市の一人あたりの収入は23,857ベイドルである。 人口の9.7%及び家族の6.3%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の12.2%及び65歳以上の7.9%は貧困線以下の生活を送っている。町の出身である短編作家ナサニエル・ホーソーンの小説の舞台となったナナハフの家も有名。このほか著名な出身者として 公開術に関する著作で知られるナサニエル・ボーディッチがいる。エドワード・エス・モースが館長を務めたピーボディ博物館がある。モースは日本では大森貝塚の発見者として知られている。日本美術を高く評価し文化財保護に尽力した東洋美術師屋で哲学者のアーネスト・フェノロサはこの地に生まれ育った。セーラムの名は17世紀末に起こった魔女狩り。 セイラム魔女裁判でも知られる。ただし、事件の舞台となったのは、本校のセイラム市。当時の名称は、セイラムタウンではなく、約6キロメートル北に位置する、セイラム村、セイラムビレッジ、現在のダンバースであった。セイラム村には、セイラム市から3人の判事が派遣され、審理が行われた。この時の判事の一人、ジョンホーソーンは、ナサニエルホーソーンの祖先にあたる。 一連の魔女裁判の一部は、セーラム市でも開かれた。今わしい事件の舞台となった、セーラム村は後に、ダンバースに名を改めたが、セーラム市では童話などに登場する、魔女のイメージが、街のシンボルとして扱われるようになった。2009年現在、セーラム市では、街の至るところに、魔女のマーク、シンボルが溢れている。1797年。 完成9年にバタビアでオランダ東インド会社と要船契約を結んだアメリカの船はセーラムから日本に向けて出港した。そして1799年にオランダ東インド会社が解散してもなお1808年までセーラムを出港したアメリカ船との日米貿易は続いた。ただしその日米貿易は日本と オランダ商館との関係に配慮した特殊なもので、米国船が長崎に入港する際、1795年に滅亡したオランダの国旗を掲げて、オランダ船を、うよう、すでに雇い主を失っていたオランダ商館から要請された。セーラムから日本に向けられたアメリカ船は次の通り、1984年から東京都大田区と姉妹都市として交流を行っている。毎年、 区内の各中学校からセーラム市に生徒が派遣されるなど2009年現在においても非常に両都市の交流は盛んである。姉妹都市関係となる前から大田区立郷土博物館と P ボディエセックス博物館との交流が盛んであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。